づきチャンネルへようこそ。ということで、久々に買いました特集やりましょう。もう見ての通り電気カーペット買いました。前使ってたやつが急につかなくなったので、でまあご存知の方も多いと思うんですが、日月神事非常に寒がりなので、常にあったかくないとダメですということで、電気カーペット買ったんですが、まあ、せっかくなので俗に言う開封の儀をやろうかなと思っております。はい、ということで箱を開けてみます。はい、開けてみました。特にブランドもあんまりこだわってないので、とりあえずアマゾンで最安値これだポチッということで買いましたので、はい、まあ電気カーペットといっても中身だけですんで、はい、まあ皆さんに動画でお見せするほどのものかどうか分かりませんが、はい、なんかちょっとちっちゃめが欲しかったんで、2畳でもちょっと大きいかなと思ったので 1.5 畳です。すごい、前はいわゆる大手メーカーの持ってたんですけど、ボタンがシンプルというか、まあこれ以上言うのはやめときましょう。はい、あとはまあ実際温まってくれればいいかなと思います。はい、今撮りながら思ったんですが、あんまり動画を撮るほどの内容じゃないなと反省しております。しかも物が悪いですね、これ見て終わりですよね。ということで、グダグダな動画になりましたが、はい、まあたまにはいいでしょう。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。